夢。バカ当時。そっか。昨日仕事帰りに飲んで、またこいつとやったんやった。最近やったらいつもあればっかりやし。男なんか一回やらしたら、あとはそればっかりや。他に考えることないんかな。ま、一回やったら、あとは100回やっても同じか。すぐこうやってうやむやにごまかしやがって。その場しのぎだって分かってんのにね。なんかいつの間にかずる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 同棲してんな。なんでだろう。それあの男とうまくいったら絶対ないのに。夢の中で現実の愚痴言ってるやろ。知らないか。儀式を始めるくせに、なり合いのカップルが。ほーら、準備にかかった。朝っぱらからニャン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 。こっちも難しくなるよ。休み？ああ、いいわよ。オッケーオッケー。あら、でも予定あるんじゃなかったの？もっちキャンセル。今さら実家には帰らないわよ。見合いさせられたら最後じゃない？何？いい年してエッチビデオ見てんの？まさか。お隣よ、お隣。わかった、猫みたいに。毎日毎晩飽きもせずパパにすることないのかしらね。あら、賑やかでいいじゃない。人ごとだと思って。でもお隣さんの彼氏ってごく最近できたって聞いたんでしょ。そうで、もう同棲してんのよ。こないだから若いくせにさ。若いからできるんでしょ。男は甘えさせてくれる母親を望み、女はその居心地の良さに酔ってる。寂しいもん同士の付き合わせのカップルよ。長持ちしそうにないわ。もうすぐ修羅場ね、多分。自らの経験をもとにした推論ね。
一般論よ。母親がどうして子供を手放さないと思う？母親には子供が必要だからよ。子供がいないと母親は存在できないわ。それと同じよ。バカみたい。お休みを言える相手がいなくなって悲願でるだけじゃないの。違うわよ。その方がすんげー楽になるよ。そうっすね。それもいいっすね。うん、安直な方法論だけどね。曖昧な態度とっていい顔ばっかりしてると後で痛い目見るよ。思い詰めた男は何するか分かんないしさ、立ち悪いよ、ガキのくせに。先輩、何かあったんですか？じゃないの、ロマンと一緒にエッチに満たされて。もう全然ロマンチックじゃないです。やっぱ恋ってさ、電話切った後に実感湧くんだよね。そうなんですか？露骨なんだけどさ、やってる時ってなんかこう体重ねるのが目的みたいで、わーってこないんだよね。お互いガツガツしちゃってさ。いつもですね、一旦距離を置いちゃうと本当に好きなのかどうか分かんなくなっちゃうんですよね。無理やり好きだと思い込んでるだけじゃないのかなって思うのが毎度のパターン。続かないんですよね、私って。スタンス短いんです。あんたってさ、冷たいけどすぐ情が移るとこあるからね。でもそれってさ、犬飼ってんのと同じよ。それに男にいらぬ勘違いを与えるタイプだしね。もうあいつすぐに僕はバカだって逃げちゃってさ。そりゃさ、バカですって言ってれば許されると思ってんのよ。ありがとうございます。お願いします。いつもこっちの道場もらえるって思ってやがるんです。怖いんじゃないの？言い訳作っとかないと後で自分が傷つくから。鬱陶しいんですよね、マジで。仕事先まで携帯ガンガン鳴らしやがって。でも逆に電話のない時なんかすっごいイラつく。もう超ムカつき。あんたそれただのわがままだよ。
僕がいない。